今日の商品はこれです、ソープですね。スキンケアソープ。これは顔を洗いながら、普通、まあ、ソープって洗顔というだけで汚れを落とすっていうイメージだけだと思うんですけど、これはね、もう一石二鳥三鳥が大好きな私ですからね、汚れを落としながら再生していただくということで、幹細胞商品、培養液をね、入れておりますので、洗顔して、顔をきれいにしながら、そして潤いも持たせながら再生していただく、内側からね再生しながらということをお勧めしてますので、もう一石二鳥三鳥のソープでございます。でゴシゴシするのではなくてね、泡をしっかり作っていただいて、クリーム状のね弾力のある泡、ヘアモースぐらいの弾力のある泡を作っていただいて、スカスカでふってこう吹いたら飛んでしまって崩れてしまうような泡ではなくて、泡立てネットとかね、今ね100均でもどこでもありますからね、ネットを使っていただくと簡単かなと思いますが、泡立てていただいて、これを顔に乗せて転がしていただき、もうささっと洗い流していただく簡単なお手入れでございます。なかなかね、泡が立ちにくい石鹸とかも世の中あったりしますけどもね、すぐ泡立てて、すごいクリーミーな泡作りで簡単ですから、このめんどくさがり屋の私が、これはもう本当におすすめしているものなので、ぜひ皆さん、はい、試していただけたらなと思います。で、よく見ていただくと DDS って書いておりますが、もうね、もう毎回私言っております。私の DL セレクト商品は全部 DDS の方式でね、技術を作っている商品を揃えておりますので、ドラッグデリバリーシステムで作っている商品ですので、ぜひぜひね、他との違いとかをね、差別化もしていただいて、こう実感していただけると思いますので、今使っているものもそのままで構わないので、ぜひこれを一品加えていただいたら、いいかなと、相乗効果になっていただけるかなと思いますので、ぜひお試しになってください。肘とかね、膝とか、あとくるぶしとか、泡転がしてね洗っていただくと、硬くなった角質とかも取れたりとか、すごいサラサラになったりもするので、そういうパーツでね使っていただくのもよし、あと洗顔後ね、ワントーンツートーン肌色が変わると思います。角質をね取りすぎることもなく、汚れを落として再生して、で肝余計肝あの培養液をで幹細胞培養液が入っているので、で DDS ですからね、その成分が肌に入っていくようにもなっているので、ぜひね、もう顔を洗いながら再生していただけたらなと思いますので、ぜひお試しになってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。